今日も引き続き、メーター周りの方を触っていきたいと思います。いい天気になりました。11月に走りに行くことが決定しましたので、それに向けて作業の方を行っていきたいと思います。
メーターの方貼ってみました。サーキットカウンターに、空燃費計ですね。これで一応レイアウトの方は終わりになります。あとは、サーキットカウンターの方に関しては、計測の方をちょっとしないといけないので、こちらの配線もまた考えていきたいと思います。あとは裏のですね、配線処理を、プレートの方に、配線の引っ掛けを買ってきているので、そちらを貼っていきたいと思います。今回配線を止めるのに使ったのが、こちらですね、ホームセンターで売ってある道具になりますので、こちらの方でかけていきたいと思います。よし、こんなもんですかね。という形で配線の方していきたいと思います。一応空燃費計の方も貼りましたので、これで OK じゃないかなと思います。前の作業、だいぶ前の作業でですね、ルームミラーも外してましたので、一応またつけて調整を行ってます。これももうちょっとなんかスマートにですね、ルームミラーの方なんかつける方法があればなぁとは思うんですが、ちょっと自分ではパッと浮かばないので、とりあえず、今回の走行もこれで、このタイラップ止めでですね、行きたいなと思います。冬の風物詩の鳥が来ております。無事ですね、パネルの方にメーターの方も固定できましたので、予定してた作業はこれでとりあえずは終わりかなと。あとルームミラーもですねつけましたので、あとは、走行準備を、タイヤとかを持ってきてですねぼちぼちと、走行準備をしていきたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。